はい、どうも、あやかと、ひろで、キムチャンズです。どうも。チャンネル登録よろしくね。ほろよいあやかです。ほろよいぶーちゃんです。ぶーぶー。どんだけあざとくしようとしても負けんねんな、これには。まずもう出落ちみたいな。何？何？さあ、ちょっとさっき JO1 見た後なので乾杯は終わってるんですけど、はい、次は BE:FIRST に乾杯をしましょう。そうですね、はい、まずは BE:FIRST メインストリーム、はい、はい、発売おめでとうございます。おめでとうございます、はい、改めて乾杯、はい、そして出演おめでとうございます。乾杯、はい、乾杯、乾杯ね。飲みますよ。うまいな。このスズムシの音を聞きながら飲むお酒はマジでうまいかもしらん。うまいね。あの、知る人は知ってると思いますけど、私お酒アレルギーに近いぐらい飲めない人なんですよ、マジで。そうですよ。匂い嗅いだだけでも気分悪くなるんですけど、なぜかおばあちゃん家に来てからめっちゃ飲んでんねんな、うん、めっちゃ飲んでるって言ってもみんなが想像する飲むとはちゃうけど、一缶開けれそうなレベルで飲んでる。飲んでる、珍しいよな。うん、だっていつも一口飲んだも酔っ払っても真っ赤っからになって、うん、そうそう、なんか都会におる時となんかこういう自然があるところにおる時とはお酒の強さ変わるかもってちょっと思ってん。なんかあるんやろな。うん、空気とお酒飲みやすいんかな。なんかあるよな絶対。また調べとくわ。調べといて、うんうん、なんか根拠はないけどそんな気がする。体質変わるね。体質が変わる、うんうん、そうそう。さあ、メインストリームのテレビで見るっていうのは2回目かな、この間のミュージックステーションからの、はい、うんうん、ちょっと緊張感あって、ね、見始めたけど、うん、まあぶっかましてくれたよね。なんか、はい、あれこそみんなを巻き込むような感じのステージでしたけど、うん、今回はどんなステージになるんでしょうか。しかもさ、うん、メインストリームさ、はい、なんか CM とかたまに流れてない？うんうん、流れてる。あの、宣伝でしょ、うん、流れてる。そう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 、知らん人からしたらびっくりやねん。びっくりするやろな。え、これすごいインパクトやもん、うん、これなんか最近のボーイズグループの曲こういう曲なんてまず思う人いるやろな、うん、テレビだけ見てるってて BE:FIRST ってあんま知らんっていう人からしたらえみたいな。ねえ、ぶっ飛んでるもんね、うん、ぶっ飛んでると思う、うん、しかもぶっ飛んでる方向性がスクリームの時はぶっ飛んでますって感じだったやん、はいはいはい、いわゆるぶっ飛んでますって感じだったけど、これはなんかな、静かにぶっ飛んでるから怖いね。前はポップなぶっ飛びやねんな、うん、キャッチーなぶっ飛びやってん。あれはあれですけどね、こっちは静かに見てしまうというか、うんうん、見なあかんくさせるっていうの、集中させられるっていうの、なんかそんな感じ。怖いね、うん、怖いよ、うん、ね、うまい、枝豆うまい、うん、また買ってきて枝豆、うん、もうないんかな。冬場はないからな、沖縄産とかがあればな。最近ハマってるお茶あるの、沖縄の。沖縄の食べも美味しいね。あれなんて読むの、月桃茶っていうの。月桃茶、月に桃って書いて月桃茶、美味しいな。あれあれ美味しい、ほんまに美味しい、うん、初めて飲んでんけど、いいよね。ピンク色のお茶、ピンク色のお茶、うん、美味しい。さあ行く、行こう、ね、とりあえず一回見よう、通して、うん、ね、行くよ、行こう、行くよ、あっ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 、行きます。メインストリーム、いい声してるね、うん、相変わらずフルサイズやで。おっ、ソータさんから。あら、そう気もないのさ。またこっからキーめっちゃ高いね、うん、それがもうツボやねんな、私にとって。レオくん渋いね、レオくんかっこええやん。男前やねんな、今日は。オールバックな感じ、うん、いつも爽やかみたいな、今日は男感強い。ジェノンさんちょっと垢抜けてきたな、うん、マナトさん今いいわ、この髪型好きやわ、うん、色とか似合ってるな。リュウヘイさんは見た目から意外な声出るから、うん、言いたくなんねん。発音いい、アギュメン全然。レオくんまた歌うまなってんな、うん、ボッシンカーマ
生似合うなこの歌。いやあ、そうださんみたいな。すげえ。激しいな意外とダンスで、うん、大変やこれ歌いながら踊るの。ちゃちゃちゃ。来たよ好きなとこ私の。あ、しゅんとくんね。はいはいはい、なるほどなるほど。あ、なるほど。すごい見やすかったわ、カメラワークが。どう？見やすかった。ダンスとしてのなんかその作品が見やすかった。すごい見ちゃったわ。の、うんうん、コレオグラフが見やすかった。ちょっとどうする？なんか改めて歌ってんねんなっていうのがすごくわかるステージでしたね。うん。はっきりと。すごく生々しかった。やっぱ生々しいって良くない？いいよね。うん。うん、生々しいっていいわ。さっきも言ってたけど。なんかいろいろ感じたけど、まあ、レオさんがまた歌安定感増してるなと思ったのと、うん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 、あとリョウキさんのさ安定感やばいな、うん、なんかなその表現力がやっぱどうしても目につくからすごすぎて、うん、目に入ってくるからそのなんていうかな表現力ってまあ花形やんかこう表上物やんか、うんうんうん、そっちに意識がいってじゃあもっとこう基本中の基本はどうかっていうことを忘れちゃうわけそっちに目が行くから花がある方なのでだけどよう考えたらあんな歌って踊ってしかも激しいことをするタイプの方やんか結構動きも大きい方やんか、うん、だから多分人よりしんどいんちゃうかなっていうかそのエネルギー使うんちゃうかなと思うねんけどめっちゃ安定してんねんな歌声がなんかブレへんくらい全然聞いてて、うんあんだけ動いたらやっぱちょっとブレるはずやねんけどそれが人間ってもんやと思うねんけどそう、ねうんうん、ちょっとブレをあんま感じへんねんななんか声も太いっていうのもあんねんけど太いからブレへんわけじゃないしの、うん、それは関係ない体幹やからやっぱり体幹となんか動きながら歌う練習してんのかなと思って走りながら歌うとかうんうん、うん、ランニングしながら歌ってるのかなジャンプしながら歌うとかもうなんかそれぐらいちょっと安定感は結構ぶっちぎりであった気がするうーん体幹使うことをしてる人の歌い方みたいななるほど、うん、BMSG で言ったら大輝くん的なもう絶対ブレませんみたいな感じを感じたななるほど、はあ、直接関係あるか分からんけど、うん、今日自分でな、うん、ひらめいたことがあるのどうぞ歌う練習であ自分が歌う時に自分が、うん、あの結構高いキーで、うん、ロングトーンの練習するのはい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 じゃあなんか体感つく気がする、うんうん、うん、つくんじゃないだって呼吸の量呼吸の量とか筋肉の使い方がちょっとでもムラできるとあの続かへんから、かかそ う, そうちょっとでも伸ばす練習っていうか合ってると思うよあそう、はい、あれやろだから高い音っていうのがちょっとポイントやったりするってことそうそうそうちょっとしんどいなって気、うん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 、であの普通に言ったら、うん、あのすぐ途切れちゃうんだけど、はいはい、それを支えるためにどうしたらいいかどうしたら長続きさせるかみたいな、はいはい、お一人で考えてたそうそう合ってると思う。うん。だから涼希さんそれあの歌う前からやってたんちゃうかなって感じ。うん歌をあの BE:FIRST として歌う前から多分やってると思うなっていう歌い方。なるほど。はい。なんかありますか？ね、うんと。寄ってるからね、大丈夫かね、喋れるかね。寄ってる。何見たっけ？やばいや。メインストリームでも2回目やけど。うん。なんか毎回違う発見があるというか。あのこの間か M ステで見たけどそうそうそう全然ちゃう感じだったなそうそう新曲みたいな感覚でした、うん、自分の中では、まあ、BE:FIRSTのいいところじゃない、うんうん、まあ一回ちゃうから飽きない、うん、中身のガジャすごい盛りだくさんなのないろいろ、うん、そうやな曲はシンプルなんですけどなんか曲はシンプルそれ以外のことがすごくね、うん、情報量が多いというか、うん、表現力の情報も多いかな、うん、みんなの表現がちゃうからいいですか言ってやっぱカメラワーク良かったから分かることがあんねんけどソータさんの歌ってる時のメロディーのリズム感とダンスのリズム感がほぼ完璧うーんてか完璧って言っていいんちゃうかななるほど私がジャッジするのもおかしいねんけどジャッジっていうか私が感じただけを言ってんねんけど、うんうんうん、歌のメロディーのアクセントとダンスのアクセントって合わせるの結構難しいんじゃないかなと思ってるからこれねあんまねなんていうの
ご存知じゃない方多いかもしれないんですけど、ダンス踊るからってリズム感いいとは限らへんねんな、歌メロに限っては、うん、そうそうそう、音楽を捉えるリズム感は絶対ダンスやってる方はめちゃくちゃいいねんけど、ね、そこを、うん、アウトプットはまたちゃうから歌の、そう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 、うん、それがちょっとソータさんめっちゃうまなった。だからね、やっぱそのダンスはすごいのは分かってたんですけど、うん、その歌と合わせて踊ることをすごく練習したんじゃないかなっていうのは、うん、ほんまに思いますね。マイケル・ジャクソンが好きってやっぱ言う人はそこ目指すんやろなと思った。歌とダンス合わせるのがやっぱ醍醐味やから、そこ目指して練習してんやろなっていうのが伝わる最初のズンズンズンやった。それは思いますね、うん、確かに、うん、争う気もないのさ全然っていうのを笑顔で歌うリョウキさん、争う気ない顔してるもんね。だってどうも僕平和主義ですみたいな、僕全然怖くないですよみたいなのが怖いんだけど、最高やね、兄貴的な表情というか面白い、そういう表現もあんねんなと思って、うん、レオさんが担当するメロディっていつもなんか緻密なの多いねや、だからなメロディライン正直難しいとこ多くて、今回結構すごいどうなってだって思ったのはそういうのもある、なんか難しいこと担当してるから、うん、レオくんとマナト君歌うところは結構細かい、うん、あとジュノンさんも、ね、ジュノンさんもただまあジュノンさんはサビが多かったりするから、そうそうそう、まあ、まだメロディアス、まあ、やねんけど、そうそうそう、その2人はそうやんな、やっぱりあの細かいところが、メロディ、音符の粒が短いのが多いで、竜兵さんとか結構こういうのが多い、穏やかな、ね、滑らかな、そうそうそう、なんか16部のメロディとかよりは、8部のメロディとかよりは2部とか4部とかこうちょっと長いのが多いから、全体的にって言ってるだけで曲によるけどね。そうね、そうそうそう。そうだからレアさんいつも難しいやろなと思って見ててんけど、結構安定感あるからちょっとまた変わったかなと思いますね。だからどうしてもこうなんていうの、正確に歌おうとしちゃうよね、どうしても、うん、しちゃうし、でもしちゃおうとすればするほど硬くなんねやんか。そうそう、難しい担当が、その硬さがだんだんこう取れてきたんかな、取れてきた感じはしますね、慣れてきたんかな、うん、じゃあ音程取れるようになってきたら次何するかって、表現とか多分そこ悩むと思うんですよ、本人もなんかしっかり歌うと思ったらボーカルあるある、カチカチになっちゃうから、うん、全員やわこれは、どう滑らかに歌ったらいいんやろみたいな、うん、まあ、僕もあのレコーディングする曲しないかに歌ってくださいねとか言うんですけど、よく言われますわだから、うん、いかになんていうの、そのね、なんかまるで喋ってるように歌うにはどうしたらいいかっていうところが今回ポイントやからね、多分メインストリームなんか特にね、はい、うん、メッセージ性強いからね、まあジュノンさんは高いとこがやっぱり、うん、とことか同じ音程をハッハッハッって出すのめっちゃむずいからな、難しそうそういうの多いな、はい、やっぱそう思ったら竜兵さんってあれだな、これ、うん、柔らかくて太くて低くてあの意外と伝わりやけど、なんていうかな、いつもこう攻めた感じで歌ったりすること多いやん、どうしてもダンスグループって、はいはいはい、すっごい癒し系やねんなって今気づいた、めっちゃ癒し系、こんな強めのメインストリームって曲歌ってんのになんか癒し系な感じすんねんけど私なんかアルファーファ出てんのかな、なんかそんな気がすんねんけど、なるほど、はい、なんか言おうとしたの忘れた、アヤファーファじゃなくてアヤファーファでーす、何アヤファーファ出てるやん、なんか声聞いたら眠たくなってくるやん、アルファーファーならぬアヤファーファ ー, アヤファ ー, ファー出てる、眠たくなる、うーん、あのさ、これは私の主観であってみんなそう思うとは思わへんけど、はいはい、今パッてみんなの顔見てて思ってんけど、今ほら最近いろんな人見てるやんか、ほんまにこの1年間かけてずっといろんなボーイズグループ見たり、まあ、テレビ見たり YouTube 見たり、全然関係ない音楽も聞くけど、なんか見てて思うねんけど、はい、BE:FIRST のみんなってなんか愛嬌ある顔してない全員、うん、確かに、これはなんかね、伝わる、この私の言いたいことが伝わるかどうかは分からんけど言ってみていい、言ってみて、偏見とかじゃなくてなんかそう思うって話やねんけど、はい、ベトナムの方とかタイの方とかって顔、うん、なんかすごい愛嬌のある顔の方多いの、なんとなく分かる、あ、なるほど、ポワンってした感じ、柔らかい表情の方が多いっていうか、多分それはゆったりした文化のおかげやと思うねんけど、なんか、うん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 、癒し系の顔が多いっていうの、なんか私にはそう見えんねんけど、で日本人も、まあ、どっちかっていうとそっちの顔やと思ってて、
なんか可愛い顔っていうか基本的に、うんうんうん、なんか可愛らしい顔の方が多くて、まあその仕事のストレスとかさ、学校のストレスとかいろいろ日本人で抱えてる闇はあるけど、うん、まあ、そういうのはちょっと置いといて、その元々持ってる顔つきがなんか可愛いなと思う。うん、なるほど、今気づいて、うんうんうん、で化粧も、まあ、してるとは思うんだけど、うん、ステージ上強めの化粧そんなせえへんやんか、うん、なんかよりその彼らのもともと持ってる表情が分かりやすいので、なんかあえて強い化粧せえへんのはそういうことなのかなとか思ったりして見てて今。なるほど、なんか表情がすごい分かりやすいなと思って。でこう韓国とかやと結構化粧めっちゃする方やんか、うん、でそれはそれでアートで、美的センス的にはアートチック、芸術チックでかっこいいなとは思うんだけど、こっちはこっちでなんかこう元の素材のままの良さみたいな、本質的な良さみたいなのを見せてんのかなってちょっと思ってんけど、どうでしょう、なんか引き算っていうか、うん、まあその画面に映るからファンデーション塗るとかはあると思うけど、なんかラインとかシャドウとかそこまでしてないし、ちょっとしてるのは伝わってくるけど、どうなんやろうねそこは、うん、なんか意図してるかなってちょっと思いました。あのビジュアル私いつも興味ないって言うけど、ボーイズとかに限ってはやっぱ見なあかんとこやと思うから見てるんですけど、まあ限りなくナチュラルさを追求してる気がするよね。なんか音楽と一緒なのかなと思って、元のお顔立ちとか表情がいいからそれを生かすために引き算してんのかなっていうのは音楽とも一緒かなって思いました。あんまり低い音出んな、俊斗くん。うん、めっちゃ地味なこと言っていい？言って。ちょっと地味すぎて今まであんま触れへんかってんけど、すげえマナトさんのメロディーやねんけど。ドゲミードゲミードゲミーウォンバーのとこ。はいはい。どうしよう。低いからね。はい、あ。ここほんまにうまいねんけど。だってめっちゃ音程取りにくくない？低いし。むずいよ。低い音ってさ。ピッチすごい捉えるの難しいやん。難しいからね、低い音が、はあ、で私まあちょっと女子っていうのもあって余計低いから歌いにくいねんけど、歌っててんな、踊りながらどんな体してんねんやろ、ちょっと解剖したくなるわ。うん、すごいな。レオさんさ、あんまり触れへんかったけどさ、うん、リズム感よくね。あー、なるほど、ハマってんねんな。うん、前ならえそれが普通だそうでってリズムあるやん。あの普通に歌っちゃうと、何だっけ歌詞、前ならえそれが普通だそうでって感じなんだけど、うん、レオくんが歌うと、前ならえそれが普通だそうでってちゃんとこう、クリが入ってんの、うん、休符がちゃんと感じられる歌い方をしてくれんね。なるほど、うん、前ならえそれが普通だそうで、あ、気持ちいい、ここのやらかやっぱりやらかって思うくらい気持ちいい。いや、リズム感めっちゃいいと思うね。あの給付を感じれてるっていうか。いや、だからそれも含めて多分さっきの話ですけど、うん、なんかやっぱその歌い方とか、うん、やっぱリズムもちゃんと取れなあかんやんか。はい、当たり前やね。そう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 。当たり前やねんけど見過ごされがち。あんまりそのリズムをカキッと取りすぎると硬くなるから、うん、そこも工夫してるんじゃない？給付は取んねんけど、その後のメロディーちゃんと喋ってるようにしてるのも偉いな。そう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 、やっぱいろいろ考えてんねんなと思います、うん、まあちょっとりょんりょん先生エッセンスがかなり強めに入ってるとは思う。それはめっちゃ大事にされてると思うから、喋るように歌うとか、でも基本は捉えましょうっていう。喋るように歌うところは僕も同感かな。なあ、はい、なんかソートさんってこんな声低かったっけ？前からもっと低くなった気がするんだけど、あのラップの声、なんか一気さ高い声でラップしてあったやんか。あったあった、下がってきたよね、うん、まあ、曲にもやると思うけど、うん、めっちゃ低い音出てる。またいつもと違うソータさんかなと思いますけど、声色ちょっとゲットしたよね、うん、また新たな自分の声をね、うん、飛んでんねんな、リョークさん、うん、まあリズム感の良さでやったらもうリョークさんハマり役やから、今のとこが一番最高かな、うん、分かりやすいところで言ったらもう最高の声は。あ、だからままでも可愛く修理さ、だってね、もう、ブシか。最高、言われへんわこんな。ただあれやね、この曲の締め役を果たしてんのは俊斗くんなんやろなってちょっと思ってた。全員主人公はもちろん間違いないし、全員メインボーカルなんも間違いないんだけど、この曲をこうキュッとメインストリームっていう曲をし、なんていうの、くくってるのは俊斗くんのこの低い音やと思う。ボス感あるね。うん、軸感、今回の軸みたいなのはちょっと
ソータさんは、まあ、ダンスで軸をまず作ってて今回、ね、うん、シュント君やっぱちょっと締め声かな、締め声わかる、なんかこう締まった声をわざと作ってくれてる気がする。もう徹底してるね、徹底してるね、うん、そう役割みたいな感じ、うん、いやここほんまやばい最後ソーチンさん。まあでもやっぱジュノンさんもすごいな、今めっちゃ激しかったのに歌ってたもんな、うん、簡単に言ったらみんなすごいねんけど、まあね、それを言っちゃうね、リアクション動画にならないから、はい、みんなすごい色ですってなるよね。いやほんまにそうやけど、それ言ったら終わりやもんな、はい、みんなすごいかっこいい、はい、オッケー、はい、オッケー、10秒で終わっちゃうから、はい、こと細かく言ってるけど、はい、これやばいねんけど、2人ともなんと聞いて聞いて、2人ともの性格の良さが出てんねん、見て1人1個あと絶対な、うん、もう何年おる一緒に、8年ぐらい一緒におってな、はい、お互いの嫌なとこも見てきてな、はい、いいとこも見てきてな、はい、あのまあいろいろひっくるめて一緒にいるわけじゃないですか、はい、こういうとこ好きやねんお互いの、このちゃっかり端っこの方に置いていってるんで、一人一個ねって、はい、うん、いいね、うん、あ面白い、終わりも酔っ払ったし、何興奮して、誰がいいとかないね、みんないいね、誰がいいとかはないですね、まあ、みんなよかった、みんなよかった、ただ今日はいろいろ見えたのでカメラワークのおかげ、見やすかったっていうのが一番かな、うん、そうそうそう、なのでだから一番を好きとしたらカメラ撮ってる人が一番かな、よかった、うん、見やすかった、私あんまりカメラワークが動きすぎなん実は好きじゃなくて、見えへんやんってなっちゃうね、まあかっこいい時もあんねんけど、うん、その動く、ま、動きがあった方が、うん、でもあんまりカット数が多いの好きじゃなくて、うん、ちょうどよかったかな今日、確かに、うん、だってそんな派手なことせんでもカメラワークでただったらそもそも派手なことしてるから、うん、それ見ればいいんじゃないかなと思うからすごい良かったですね、なんか彼らの本質が見えるようなステージでした、そうですね、うんうん、シンプルで、うん、シンプルイズベストでっていう感じ、シンプルにいいものを、うん、そうやなって感じかな、あだからそのスタイリングっていうかお化粧含めてそう思いました、うん、ちょっと他のグループ全部知ってるわけじゃないから、うんうん、クラブって言ってるわけじゃないのであんま分かってないですけど、人間味、その人間らしさっていうのを伝えるのは多分 BMSG 多分結構意識してるか分からんけどモットーにはしてると思うから、うん、なんかそういうのを感じてよかったですね、よかったです、はい、うん、もう酔っ払ったから、ねぎもう喋られへんわ、ねぎよもう、いいもんはいいから、いいものはいいですね、うん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 、いいものはいいっていうのはね、あの、うん、ジャンル関係ないのよ、うん、確かに、なんかどんなジャンルの音楽やってるんですかってよく聞かれんねんけど、はいはい、昔からどんなジャンルって何っていつも答えてて、多分厄介な人やねんけど、聞く方からしたらさ、いやだからどんな音楽やってるか聞きたいだけやんって答えて思う、分かんねん言いたいことは、うん、でもやってる方からしたら、いやいろいろやってるしなみたいな、いいものはいいっていうの世の中であってほしいなとは正直思うけど関係なくね、うん、なるほど、 BE:FIRST もそういうところは BMSG もそういうところは概念として一つあると思うから、どんなジャンルやろうが BE:FIRST って言ってもらえるような人みたいな、うんうん、そういうの目指してるとは思うから、なんかそれが見ていて気持ちいいですね、あれだからみんながみんなじゃないと思うんですけど、なんかジャンルっていう言葉さ、あのあれってさ、まあ、アーティストが自分で言ってる場合もあるけど、うん、大体あれって人が決めたことやんか、そうですね、紹介するためにどうしても必要なのは分かる、枕言葉として、そう、うん、それは分かる、でもアーティストからしたらね、よっぽどそここだわりがなかったら、うん、自分たちがジャンルですっていう、うん、言うしかないし ね大体、うん、だってそうやねんもう、うん、ジャンルに縛られたくないっていうのをかっこいいってみんな言うねんけど、うん、かっこいいっていうよりはそう思ってやってるからアーティストって、うんうんうん、のジャンルをくくってるのは本当に紹介するときにやっぱ便宜上困るからつけてもらうってだけであって、はい、まあ、それはそれでありがたいんだけど、うん、キャッチフレーズがあったりするのはあの覚えてもらわなあかんやん、やっぱりそう、ね、なんか一応くくりとしてはこんな感じみたいな、どうしても説明したくなるのが司会であったりテレビであったりするので、それは別に否定はしないんですけど、うん、まあ、うん、ジャンルはあるようでないようなもんやからね、はい、うん、それが素敵なものだと思います私は、はい、じゃあもう酔っ払ったので終わりましょう、終わりましょう、はい、じゃあ、うん、今日はカウントダウン TV ライブライブに出演された BE:FIRST のメインストリームフルサイズバージョン、よかった、はい、よかった、見させていただきました、うん、ありがとうございました、はい、ちょっと
ね、一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、乾杯。何、誰のマネやっけそれ。原監督。あ、原監督特技やねんな、うん、似てるこれ。どうなん、似てるの